こんにちは、ちか先生です。はい、今日のクイズです。健康のためにタバコを吸わないべきだ、健康のためにタバコを吸うべきではない。はい、どっちでしょう。吸わないべきだ、吸うべきではない。はい、健康のためにタバコを吸うべきではない。わかりましたか。はい、べきだ、わかりますか。べきだ、はい、これは何々した方がいいっていうことですね。アドバイスでも、もうちょっと強いアドバイスですね。した方がいい、す、何々べきだ。はい、で、これのネガティブね、ネガティブは何々べきではないなんですよね。ないべきだ、これはね、ダメです、ダメです、これダメ、ダメですよ。はい、ないべきだ、これないべきだ、これになってますから、これがダメです。べきではない、べきではない、 OK です。はい、これ気をつけてくださいね。吸わないべきだ、これは言いません。吸うべきではないです。じゃあちょっと練習してみましょう。じゃあそうですね、子供だけで夜に外に外に、これは出るべきだではない。はい、ではないですね。はい、子供だけで夜に外に出るべきではない、これは出ない方がいいっていうことですね。はい、じゃあもう一つ、そうですね、学生は一生懸命、一生懸命は頑張って勉強、勉強、はい、これどうですか。べきだ、べきではない。はい、勉強をすべきだ、はい、するべきでだでもいいんですけど、すべきだでも OK です。するべきだ、すべきだ、どっちも OK。 はい、です、勉強するべきだ、だ、勉強した方がいいですね。はい、今日のポイントは、べきだのネガティブはべきではない。はい、じゃあ復習しましょう。健康のためにタバコを吸うべきではない、子供だけで夜に外に出るべきではない、学生は一生懸命勉強すべきだ、勉強するべきだ。はい、大丈夫ですか。それでは今日もありがとうございました。またねー。